ぶっ飛びチャンネル始まるよ。最高です。皆さんこんにちは、バスフィッシングセブンです。今日はポツンと野池第2弾、完全未知なる野池にやってきました。ここにはバスがいるかいないかまだ私たち分かりません。なあ、つとむ、分かんないです、マジで。だから面白いんだろ、はい、バスがいるかいないかも分かんないんだろ。そこで当たりを取ったりバスを釣ったり、何がいるのかをな、今日は我々4名で調査していきたいと思います。ポツンと野池第2弾、今日はね、この素晴らしい環境の中、キャンピングカーで、もうこれはもうゆうすけくん様々ですね。俺のキャンピングカー越谷支部ゆうすけくん、ぶっ飛び号って名前でよろしいですか。素晴らしい、かっこいい。本当はね、中の紹介とかもしたいけどな、そこはちょっとゆうすけくんで許可が必要だから、また後で。はい、はい、今日はな、ポツンと野池、はい、第2弾。よし、行こう、はい、池の説明を。ダムさん、はい、つってもな、ダムさんも入ったことないから分かんねえよ。本当に初めてなんで、まあこんな感じで、はい、お、早速あそこにカン君とユウスケ君の。カン君、当たりないですか？ん？ギル？あ、ギルはいるんすね。ブルギアいるね。わかりました。こんな感じの。ああ、いいね。雰囲気抜群ですね。釣れそうだよな。でラージだろ。あ、絶対の足か、あの足で。やっぱりまあ基本的なあの池の際、なんつうの、こういう木の下だろ、はい、なんつうんだっけ、そういうの、木の下、こうやって出てる木。あ、オーバーハング。オーバーハングだよ。オーバーハングがいっぱいあるだよ、はい、ほとんど、まあ言ったら池一周回り全部オーバーハングに、でなおかつあそこなんか足が生えてる、はい、でボートだったり杭が入ってるんだね、あそこ。あそこもつくエリアだし、あとはやっぱりあそこだよな。ここは全くの無知の池だから、うん、何が何だかわからない。わかんない、本当にわかんない。そうだから面白いんじゃん、うん、その中で当たりがあった時、はい、魚が釣れた時、はい、全然魚がいるかいないかもわからないとこでな。確かに、それが起こった時の感動だよ、うん、それが釣りのお前醍醐味、うん、それが絶対醍醐味や、本当にだろ、うん、これもうこっからもう釣りは始まってんだよ、うん、ここを今ツタムがこうやって立ってるだろ、はい、おかっぱりに。確かに、この時点でお前もう、うん、釣りは始まってる、始まってる。あ、そう、確かに、そう。いやー、気持ちいいな。さあ、ポツンと野池第2弾。第2弾、ここは千葉県、印西市。まあ言ったら成田と印西のもうほんと境目ぐらいですね。こんな感じでおかっぱりが1、2、3人ぐらいできるか。あとそれ以外はちょっと厳しいな、うん、よし、この池を、この池にな、うん、バスがいるのか調査していこう、うん、バスはいるかな。まあ行きたいとこはダーマさんに任せますね、
棚はどんなもんだろう。そこまですげえ深くないか。行ってみますよ。はちゃめちゃ深い池ではない。なんか一見深そうだけどな、広いから。深い池ってなんかあんまり当たったことない。確かにあまりないな。これ深いなって感じるのはダメだろ。あ、でも今生物がほら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 、ベイトがポチャンポチャンと跳ねた。なんか俺はすげえ釣れそうな予感するんだけど、ちょっと戸惑うもんね。でもうちょいこっちで、あの足打ちしようぜ。何か生物はいるのは分かった。うわ面白いなここ。よし、ここでアンカブ。あ、当たった当たったぞ当たったぞ。アンカブ落ちたんですよ。うん、なんかいるぞ。思いっきりカツンと当たった。うん、ここでアンカー落としてくれ。なんかいるぞ、完全にいるぞ。いやー、この全然何がいるんだかも分かんないようなこの池でな、バスがいるのかいないのかも分かんないところでからよ、こうやって調査していくほどワクワクするものないだろう。これが面白いんだよ。あ、本当だ本当だ。あ、いるんだいるんだ。てか奥にいたのかな。いや、見える範囲でだけだったら。じゃあ今入ったんじゃん、うん、じゃあやっぱりいるんだよここよ、うん、うわ、神様コース入ったぜ。 あそこにバスがいなかったらどうにいんの。どれどれ、あれワンド。あ、行ってみようか。熱そう、確かにあんなとこ典型的いそう。今こそカメのハイシーズン。カメは前いなかったんで、カメも入れてます。これ下木だな。ん、うん、食った食ったぞー。バスだ。ちょっと村ほな、やっぱさ、いそうなボトムのとこにいるバスが。ここいそうだ。あー、口ボッコボコやん。ほれちょっとキャッチして。え、口汚くない？汚くないよ、全然気にしない。針取ってくれる？うん、止まってる。うん、針取ってくれる？ちょっと待ってて。やったわ。いや、ケイテックです。痩せてる。うん、綺麗だね。うん、綺麗。やったやった。やっぱりさ、いそうなとこにいるで。うん、やったぜ。このポツンと野池第2弾、印西市のこの池にはバースがいました。イエーイ、さよなら、頑張れ。さあミスター、はい、開始から10分15分でな。決まりましたよ。早くも1本バスがいることは分かった。はい、であそこ、俺はあの木の周りが怪しいなと思ったんで、うん、あそこ落としてゆっくりズル引いてたら、ケイテックスイングインパクト炸裂しました。やった。よし、次でかい狙ってくべ。はい、わかりました。イエーイ。さあ今日はこのポツンと野池第2弾、印西市、バスはいましたね。いました、いましたね。次はちょっとでかいのを、うん、求めて求めてね。もう触ったじゃあ次の第3
三章はまた違う池を探して、はい、そしてミスターパスタも今日は途中から来て、あいつ今浮いてるんですか？浮いてます。パスタの野郎いやここはすごいいい池だと思うな。より下手すな、これ収納の数がそしてここにはテーブル、最高です。リビングですね、ここが。で、寝るところが前とこの後ろに。いや、いいなぁ。これは僕、旅館ですよ。旅館、欲しい。みんな買いましょう。これは欲しくなる軽いノリじゃ買えないですよ、こんな。つとむ、今日の池はどうだったんだ？これはすごく楽しみで、うん、水が完全に回復したら苦しみに感じてる、マジで。なるほど。今は濁ってるってこと？もう濁ってると思う。でもあの 悪条件の中で一本出たかな。まあいい池だよ。生ですか？うわ、生か。え？よっとよっと。おい、そのでけえ。ケイさんでかいぞ。さっき見えてたやつだ。さっき見えてたやつだよ、これ。これさっき見えてたやつだよ、ケイさん。うん、さ酒入るお酒。さっき見えてたなーって絶対そうっすよね、ジャッカルさん。よっしゃー。なんで久しぶりやってんの。ちょっと涙出そうな。ケンさんやったー。でけーラージ。ちなみにリグはリグ何でしたっけ、あれ。あれ、シジミムシ。うわ、でっかい。変えてるし、いつの間にかシジミムシに。ケンさんいいっすか。こんにちは。やったー、でっかー。これ54850近い。あ、俺ワンチャンあるんじゃないですかね。いやー、でけえな、やっぱラジオ久しぶりやってる。すごいね。手術すんですか、それで。おーし、つとむ。はい。なんだお前、スケール取ってきたんじゃねえのか。スケールじゃないです何やってんだお前。てか本当に逆さ川がラージの巣窟と化してるぞ。変わったか。スモールがいない。さあ、大宮市ケンさんが意地の一撃を見せました。ありがとうございます。で、ケンさんこうやってするんだよ。それスケールの用意だ。手震えてるし、なんか手震えてますよ。最高久しぶりするなんて。おい、ちょっと戻ってこっち来い。はい、ここで。何、ここはゼロで、あれ46しかない。46。ああ、痩せてっからでかく見えるんかな。よろしいですか。そうっすね、47か47ぐらいですか。ああ、手プルプルして。編集が編集でどうにかなるから。編集完全に行ってる。やめて。おい、何も言ってねえねん。早く乗れ、もう。
おい、何見てねえ、何なんだすいません、ね、また寝てるとこここで飲んでないな、よくわかんないおい、何にも言ってねえほら、さて、てめえとかじゃあ迎えに来てもらってんじゃないのふざけんなんて、はい助手席乗ってもらって。ちょっと見てないの。こっち足乗せ。おさんが見えてないの？なんか車の中に。